なるほど。なこれはワイ、なんでスロットル、なんでしたっけ。これはフライバイワイヤーって言って、フライバイワイヤー、まあ電子制御スロットルっちゅうわけですか。そうですね、例えばこの手の車両ですと、まあ、これもフライバイワイヤーなんですけど、例えばこの手の車両ですと、うん、スロットルを回したと同時にスロットルボディの可変のバルブのあれが開いて、その開き具合で、インジェクターから燃料を送るっていう、まあ要はキャブレターがそれに変わったっていうだけなんですよ。なるほど。変わったっていうのは、これに関しては途中のこのスロットルのスロットルボディに関しては配線はいってない、配線しかいってないんです。ワイヤーがいってないんです。じゃあ急にこういうふうに開けても急に開かないんですね。ロードモードとかだと開かないように、まあ、なるほどね、はい、いやかっこいいなこれ、うん。